カナダ海軍が通常動力型の攻撃型潜水艦の取得に動き、たいげい型潜水艦を念頭に置いているらしいという情報をキャッチしたよ。日本の潜水艦は現地建造に弱いのがネックで、オーストラリアでの現地建造で一度落選している経緯があるよな。フランスに取られたんだが、そのフランスは原子力潜水艦建造でアメリカとイギリスの後陣を排したらしい。今回は、カナダが日本のたいげい型潜水艦に注目する一方、攻撃型潜水艦は現地建造のため、防衛省は落選下について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本における防衛力の要と位置づけられているものの一つに、かつて防衛力整備計画に基づいて2023年3月に実現した潜水艦隊22隻体制ということは、注目の一致する見解とされているよね。2024年、海上自衛隊の潜水艦隊を古い方から紹介してみるんだけど、親潮型8隻、双竜型12隻、たいげい型2隻で22隻体制となり、加えて親潮型2隻を練習潜水艦として保有し、運用しているよ。海自はこの22隻潜水艦隊を最新の状態で維持するべく、三菱重工業者と川崎重工業者の2社が各年で新造潜水艦を供給していて、これによって建造能力やインフラ保持も確保されているということなんだ。言うまでもなく、海上自衛隊の潜水艦隊は全てが通常動力型の攻撃型潜水艦で構成されていて、兵装としては、艦首部に装備する6門の 533mm 魚雷発射管から運用される兵器だね。こうした状況下、海自で実戦配備されている潜水艦の中で最も古い艦級の親潮型だけど、2000年平成12年3月に就役した3番艦うずしおで、今年で25年目の慣例となるよ。海自の潜水艦が全て通常動力型攻撃型潜水艦というのは前述の通りだけど、機関部の構成は艦級ごとに改められていて、艦級と同様大きく3種類に分けられるみたい。一番古い親潮型はディーゼル機関と鉛製バッテリーと発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式で、世界の歴史上、潜水艦が海軍戦力として登場した1世紀以上前からある古典的な構成となるぜ。続く双竜型は1番艦双竜から10番艦の小竜までの10隻が、ディーゼル機関と鉛製のバッテリーと発電機に、スターリング機関も備えるディーゼルエレクトリック方式で非待機依存推進方式だな。そして双竜型11番艦王竜、12番艦東竜、現在最新鋭のたいげい型はディーゼル機関とリチウムイオン製バッテリーと発電機を備えた、ディーゼルエレクトリック方式を採用しているらしい。双竜型11番艦王竜以後の機関構成は、世界の通常動力型潜水艦の中でも初めて量産化された方式で、安全性に問題があると言われたリチウムイオンバッテリーの問題をクリアしたということで注目を浴びているんだって。通常動力型攻撃型潜水艦の世界的な潮流でも、数年前までは非待機推進を採用することが必須感が強かったんだけど、双竜型11番艦王竜の収益後、認識に変化が生じてきたとも感じられるね。こういった海自の潜水艦の配備状況の中で、かつては双竜型がオーストラリアのアタック級の後継艦として、初めての海外輸出となる可能性が取り沙汰されたこともあったんだけど、成就しなかったんだ。オーストラリアはこの時、フランスのシュフラン級攻撃型原子力潜水艦を通常動力仕様に改修したものを採用することに決めたんだけど、イギリス、アメリカとの新たな軍事同盟オーカスの締結によって撤回されたことは知っているよね。オーストラリアはオーカスの締結によって、アメリカのバージニア級攻撃型原子力潜水艦を5隻程度調達し、以後はイギリスと新規の攻撃型潜水艦オーカス級を建造し、取得する方向へと舵を切ったわけだ。こうしたオーカスの動きに伴い、世界の攻撃型潜水艦のマーケットが今後は一気に原子力推進に傾くという見方も指摘されたが、高額な建造費や維持費の費用対効果を熟考すると通常動力型攻撃型潜水艦の需要は残存していると言えるな。具体的には2023年の段階で通常動力型攻撃型潜水艦の新規取得を計画している国は、オランダ、ポーランド、ルーマニア、中東ではエジプト、アジではインド、フィリピン、南米ではアルゼンチンなどが挙げられるぜ。北米ではカナダも施行しているから、インドとカナダを除けば、広い海域を戦場とすることが考えにくい。つまり大陸国が主に費用対効果に優れる通常動力型攻撃型潜水艦の調達を希望しているように思われるな。インドの場合は広大なインド洋と対中国への軍事上の対抗策として、沿岸部の警備警戒に通常動力型攻撃型潜水艦を望んでいると見られ、この考え方は中国やロシアと似た運用方針ではないかと感じられるね。カナダは地理的な位置を見ると、西に太平洋、東に大西洋、北に北極海と広大な海域を守備範囲として抱えていて、また NATO に加盟する最大の同盟国であるアメリカに隣接しているから、比較的恵まれた安全保障環境にあるとも言えそうだよ。現在のカナダは1980年代にイギリス海軍が最後の通常動力型攻撃型潜水艦として建造した、アップホルダー級潜水艦4隻を譲り受け、ビクトリア級潜水艦と名称を改めて運用しているんだ。この旧アップホルダー級潜水艦、現ビクトリア級潜水艦のサイズだけど、水上排水量2185トン、水中排水量2400トン、全長 70.26 メートル、全幅 7.6 メートルで、主兵装は艦首部の6門の 33mm 魚雷発射管だね。同艦はイギリス海軍において1990年から1993年にかけて収益したが、同海軍が潜水艦の推進方式を原子力に一本化する決定をしたため、1993年から1994年にかけて退役し、カナダ海軍は2000年から2004年にかけて再収益したというわけだな。現ビクトリア級潜水艦はイギリス海軍ではたった1から3年ほどしか運用されなかったから、貴重な新古品としてカナダ海軍が受け入れたという形だが、カナダ海軍では兵装の対艦ミサイルや機雷が除かれ、超魚雷だけで運用しているらしい。こうした兵装の省略からも推測すると、カナダ海軍が現ビクトリア級潜水艦に求めた能力は、純粋な哨戒任務が主であると見られるんだけど、現時点ではイギリス海軍での収益から最大35年、カナダ海軍でも25年経過しているから、老朽化が進んでいると言えるかもね。そのためカナダの国防省は CPSP カナディアンパトロールサブマリンプロジェクトと名付けた検討機関を設置。2034年に退役を予定している現ビクトリア級潜水艦を代替する方針を進めているみたい。このカナダ国防省の CPSP では、自国海軍の要求を満たす通常動力型攻撃型潜水艦の建造可能国をフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国そして日本と明かしているよ。CPSP が求める潜水艦の使用を説明すると、1通常動力型に長期間の航行能力を持つ3北極海での運用できる4アメリカ製の兵装と戦闘システムへの対応の4点だね。その上で現行のビクトリア級潜水艦は4隻保有しているんだが、カナダは太平洋、大西洋、北極海という海域をカバーするために最低でも8隻、最大12隻を調達する意向があると示唆しているぜ。報道によれば CPSP は、前述のフランス、ドイツ、スペイン、スウェーデン、韓国、日本ともすでに交渉しており、韓国や日本に視察に訪れたとも言われているな。先に挙げたカナダが求める4つの潜水艦の使用を見る限り、日本のたいげい型は全て要件に合致するという見方もあるらしい。しかし多数の潜水艦の取得を目指す国の大半がそうであるように、カナダが採用する潜水艦の自国内建造を要件に加えるとすれば、日本には残念ながら実績はないんだよね。となると日本は落選ということになるかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。かねてより建設中だった海自の総有型潜水艦12隻が全て収益を迎えたね。令和2年には無事に進水式を迎えていて、たいげいという名前は、大きなクジラという意味だよ。最初は変な感じと思ったものだが、慣れるとぴったりだなという気になるよな。実際、通常動力型潜水艦では日本は世界トップクラスと定評があり、ちなみにアメリカは原子力潜水艦にかけてはトップクラスと言われているぜ。つまり日本とアメリカの連携が海底でも行われているということだという意見もあるらしい。今回はそんなたいげい潜水艦に搭載される新型ソナーについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、たいげいの話をしていくんだけど、2020年10月命名式と進水式を無事に終了した海自の新型潜水艦たいげいは、先輩潜水艦である双竜型11番艦東竜、12番艦王竜をさらに進化させた艦艇という感じだね。たいげい型1番艦は、推進方式にディーゼル機関とリチウムイオンバッテリー、モーターを組み合わせた通常動力型潜水艦で、先輩の双竜型東竜以後の艦と同じ推進方式を採用したんだけど、たいげいは最初から専用で設計されていたみたい。このおかげで、たいげいは東竜などより、はるかに長い連続潜航時間と行動範囲を獲得でき、その他にも設置スペースの必要なスターリングエンジンでなくなったことで、艦内の空間が効率的に使えるようになったというメリットがあるぜ。スペースに余裕ができたことで、乗組員の福利厚生についてもメリットがあり、たいげいから導入された乗組員のジェンダーフリー対策に貢献することになったらしい。つまり、潜水艦という狭い空間にもかかわらず、女性の乗組員用の休息場所を設定できるようになったわけだ。おそらく今までは男女の区別はなかったんだろうね。セクハラ問題の発生を防ぐためにも、これは良いニュースだと思うよ。たいげいのサイズを紹介していくんだけど、船の大きさを示す基準排水量は約3000トン、全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートルとされていて、公表されていない水中排水量は、4250トンから4300トンぐらいではないかと推測されるんだ。潜水艦にとって最重要ポイントである目であり耳である装置はソナーで、敵を探知することにも、自身を敵の目から隠すことにも役立つ装置だね。たいげいには新型の Z998 統合式が採用されていて、これによって従来よりもターゲットへの探知精度や能力がさらに向上されたぜ。こういった装置を駆使していた情報を兵装と連携することで、ずば抜けた防衛力を持つことになったというわけだ。たいげいの兵装だけど、従来型と同じように6門の 533mm 魚雷発射管が艦首部分に装備されていて、これによって、89式超魚雷や新型の108式超魚雷、対艦ミサイルハープーンを運用できるようになっているんだ。このハープーンは、アメリカのマクドネル・ダグラス社が開発した対艦ミサイルで、西側諸国では多くの国が採用しているいわばベストセラー兵器だね。108式超魚雷は約94億円とも言われる開発費を投入し、2022年2月までに配備を進めていく予定になっているんだけど、たいげいの収益状況によっては、時間的に多少のズレが生じる可能性も囁かれているみたい。2018年平成30年12月、発表された防衛大綱によると、潜水艦は22隻を要するという文言が記載されていたようで、現在の状態でいけば、双竜型12隻、親潮型9隻、そこにたいげいを加えると一応22隻体制にはなると見られるよ。別の可能性としては、たいげい型を8隻建造して、親潮型を2隻以外は代替とするという方法も考えられるし、いっそのこと収益させる潜水艦数を増やすという方向に変わることもあり得るのかもしれないね。現在の日本にとっての仮想敵国はお隣の軍事大国中国で、中国海軍が猛スピードで軍備を増強している状況を考えると、対抗手段として海自の潜水艦22隻体制を強化することも予想されるな。しかし、そうなった場合、問題があるんだが、それは現在でも苦慮している乗組員の確保だぜ。少子高齢化の日本では、人手不足が言われて久しいが、公務員とはいえ、拘束時間が長く、規律も厳しい自衛隊員を希望する若者は少ないと見られるわけだ。自衛官の募集に苦慮していることは折に触れてニュースにもなるし、余談だけど、批判されながらも各自治体に高卒者の名簿を提出するよう命じているのは、それへの対応だろうね。拒否しなければ勝手に自治体が防衛省か総務省あたりに提出としてしまうわけで、一般企業としてもこういった名簿は喉から手が出るほど欲しいものだと思うよ。大芸には70名ほどが必要ということで、通常動力型潜水艦としては大型だが、省力化を考えると課題がある潜水艦とも言えるかもしれないな。先輩格である総流型が65名だったことから、わずか5名とはいえ増えたことは人員削減が潮流の現在では、逆行していると感じられるぜ。では、中国がたいげい型についてどんな見方をしているのか、分析していくんだけど、2020年10月21日中国メディアの一つ中国軍網は、たいげいについての意見を発表したよ。従来型の総流から性能がアップし、連続航行期間が2週間になったことに注目して我が国は警戒する必要があるという見解を公表したんだ。たいげいの水中での静粛性に特に注目しているようで、静粛性が高いと敵に見つかりにくいのは言うまでもないよね。中国軍網はたいげいは優れた性能を持つからこそ、これを探知、発見して追尾することは難しいとまで評価したみたいで、たいげいの高スペックは事実ではあるけど、中国メディアにあまり持ち上げられるのもちょっと気味悪い感じがするし、裏がありそうで安心できないよ。またもう一つの中国メディアの意見も紹介しておくと、2020年10月17日の人類統計アオというメディアで、前述の中国軍網とほぼ同じ見方をしているんだが、あくまでもたいげいは通常動力型潜水艦としては優秀な潜水艦と述べており、ということは、逆説的に原潜の優位を主張しているってわけだ。つまり、中国は新型の原子力潜水艦を持っているから、通常動力型潜水艦であるたいげいがどんなに優れていても、中国の原潜を上回ることはないという結論を下ろしたということになるな。確かに原潜は燃料補給がほとんど不要で、水中移動時にも高スピードが出る素晴らしいものだろうし、一旦稼働したら、理論上は永遠に海中に潜んでいられると言われているぜ。まあ乗員のメンタル福利構成は完全スルーしての話だがな。しかし、中国は対潜哨戒能力では日本やアメリカには劣ると見られていて、だからこそ、このままでいてほしいものだという声がちらほらとあるね。何回か取り上げているけど、比較三原則のある日本では原子力潜水艦は保有できないよ。中国には同じ土俵に上がらず、人類統計アオの意見を聞いてやっぱり我々の原潜がナンバーワンと思い込んで、通常型潜水艦について色々と探らないようにしてもらいたいものだな。原潜の力を過信して通常型を舐めてかかるぐらいの方がこちらにとっては有利だから、通常型の潜水艦なんてものは存在しないと考えてもらった方がありがたいという声もあるようだ。まあ、孫子を産んだ国だから、こちらの思惑通りに行くとは思えないし、むしろこちらが舐めてかからないようにしたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われているね。そんな中、護衛艦ヒューが、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきたぜ。今回は、護衛艦ヒューが、伊勢になぜ注目が集まっているのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年時点で海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻を含む出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは艦式号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっているよ。出雲型護衛艦は基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0 メートル、全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模だぜ。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部だが、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた COGAG 方式が採用されていて、マックス出力112000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうだ。また出雲型護衛艦の電源設備として、機幹部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン始発電機を4気筒搭載しており、合計で最大1万4000kW の電力供給を行うことが可能となっているらしい。出雲型護衛艦は全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えているな。これは、いかにも航空母艦然とした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時に発着できるスポットがあり、就役時から国外ではヘリ空母とみなされてきたね。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0 メートル、全幅 38.0 メートルが確保されていて、海自で対戦哨戒戦闘や対水上戦闘を担う SH-60K 回転翼機に限れば、マックス14機が艦内格納庫に収容可能ということだよ。ただし実際の運用では、出雲型護衛艦は標準では SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途が、主任務である MCH101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いていて、格納庫は3つあり、第1第2及び整備用の3つが艦内に設置されているんだって。出雲型護衛艦はその大きさを活かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している総発で、大型の CH47 チヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていたが、この大型機体ですら艦内格納庫への収容が可能ということだな。ということは、出雲型はそれほど大きいということだぜ。出雲型護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介すると、SH-60 系が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンで、MCH101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンとなっているよ。これらの回転翼機を艦内の格納庫から昇降させるエレベータが出雲型護衛艦には2機備えられていて、前部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は環境後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているらしい。各エレベータのサイズだが、飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルで、サイドデッキ方式のエレベータは長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるとのことだ。現在出雲型護衛艦が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にできるんだけど、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 ム、重量27トン強という規模ということみたい。出雲型護衛艦のネームシップで一番艦である出雲が寄港されたのは2012年平成24年1月。日本政府が出雲型護衛艦を改修して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年平成30年3月だけど、それを見越して設計がされていたことが垣間見えるよね。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲型護衛艦の艦載機にする可能性について報道していたが、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたぜ。当時は政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われるが、現在からすれば覚醒の感が拭えないな。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に軍の装備の近代化と増強をどんどん進めていて、こうした事態への危機感が日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったわけだ。日本では2010年後半に差し掛かると出雲型護衛艦への航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を期とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手したよ。この中では出雲型護衛艦に無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたようで、これを受けて2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では STOVL 機運用について言及されたんだ。そこで従来の日本政府の国会答弁では自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたみたい。航空母艦を攻撃型か否か特別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈を、ひねくり回したものという感は否めないが、しかし、どちらにしても、出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実だな。それでも日本政府は、仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しており、従来通りの回転翼機による対戦哨戒任務との併用が前提であると付け加えているぜ。出雲型護衛艦の航空母艦改修の予定だけど、まず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手。全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されたよ。また F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀翌年の完了を見込んでいると見られているね。これと並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数42機を購入することが計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されていて、早ければ2024年度から同基地においての運用が見込まれているようだな。このように太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲型護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのだが、この先駆けとなったと見られているのが、日向型護衛艦の日向、伊勢の2隻だぜ。ちなみに護衛艦の名前には旧国名が付けられるようで、出雲矢印島根、加賀矢印石川だし、日向矢印宮崎、伊勢矢印三重というわけだ。日向型護衛艦のサイズを紹介すると、基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、全幅 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの規模で、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ感ということになるよ。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦然とした外観だけど、回転翼機の昇降用のエレベータ2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているんだ。この日向型護衛艦のエレベータは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかもどちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難ってわけだ。そのため、出雲型のように日向型護衛艦に航空母艦化改修を行うのは物理的に制約があって考えにくいだろうな。どちらかといえば1998年平成10年から収益が始まった大隅型輸送艦3隻の、代替艦にその機能を盛り込む可能性が高いかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。